まどか、なんか思い出せた？うん、ずいぶん前のことだし。私たち5人が映っていたのは確かにこの建物ね。うん。ねえ美咲、本当にここに来ればよかったのかな。写真の場所でも何も思い出せなかったし。もう帰ろう。私の言う通りにしてればいいの。まどかもあんな風になりたいの？そう、私たちを見てしまった。次は私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。そういえばこの感じ、どこに連れて行くの？連れて行かないで。美咲。これ美咲ここに鍵があるかも。屋に戻りなさい。これはい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともによみがえる記憶のかけら。この記憶はあれが老月と2人の友達が死んだ。神隠しにあったうちの2人。まどかは美咲と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいことがあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか、そして失った記憶の先に何があるのか。